それ聞くの21になりました。あー本当か。ハローハリハリュー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 ハローのように見えるけどパイナップルじゃないよパイプルくんというこんなね流れがあります。よかったら見て覚えてちょっとずつね踊っていただけたらと思います。それではお届けします、パイプルくんロック。パイナップルのよ
じゃないよパイプルくん、パイナップルのような形した、いつでも笑顔のパイプルくん、今日も街の味方。生まれはハワイです。お家はアロハガス。お茶目な性格で。無知なもんってなんだろう、無知なもんって誰だろう、無知なもん、そうそれはみんなの宝物。一気に羽生刺激です、みんなで過ごそうよ、明るい社会が待っている、気やせやさしい街へ、無知なもんと踊りましょう、無知なもんと歌いましょう、無知なもんと踊りましょう、無知なもん。たまたま出会ったその人と恋に落ちたの、羽生でたまたま決まった星の友を愛する二人の埼玉。Hello! Hello!
飛び賞の40位、後でもらってるんですよ、はい、ありがとうございます。毎年恒例のご飯がいい、あのね、それは絡まない。じゃあ、帰ってきてほしい、帰ってきてほしい、めちゃくちゃ今日働いてる、マミーもありがとうね、はい、しばらくお疲れ、大丈夫です、はい、はい、しばらくお帰るよ、はい、キャラクター皆さんありがとうございます。はい、ということで、今年も世界キャラクターサミット in 羽生、2日間ですね、やりました。1日はね、暑くてね、2日目は寒くてという感じですけどね、たくさんの方が見ていただいてありがとうございました。まあ何しろね、人生たまたま埼玉でが大受けだったですね。まあ、あとはほら会場で流れてる、今もね、流れてます、羽を広げてもらったしね、ムジナモン温度もやったし、ムジナモンダスボンもやったしね、本当にね、充実した1日でした。ありがとうございました。では、また来年、あ、来年これ誕生日かぶってます。誕生日を境に、僕はキャラになります。あ、もうなってきてる。いや、別に飛んだ、ね、面白いほら、面白いほら、また、また、入ったまた、入った、とりあえず、白沢小原先生の中で一つステージを選ぶのは